海自潜水艦に配備されている、最上型護衛艦ですが、浜田防衛大臣が視察しています。今回は、最上護衛艦の視察戦略を詳しく見ていきますね。すでに、日本でも、少人数での運用とドローンの活用が始まっています。世界が恐れますね。今年2022年は、海上自衛隊に、待望の新型艦艇であるもが、三型護衛艦の実戦配備が行われており、同一番艦の、も、がみが、4月、同二番艦の、熊野、が、3月に、神奈川県の横須賀を母港とする、掃海隊群に加わっている。日本の海上自衛隊では、基本的には、ほぼすべての水上戦闘艦を護衛艦と呼称しているので、多少わかりにくいが、マヤ型等のイージス護衛艦は、DDG、イスモ、型等のヘリコプター搭載型護衛艦は、DDH 等の艦種を示す略号が付与されている。も、が、ミ型は、こうした海上自衛隊独自の艦種記号で、これまでに用いられていなかった FFM という、新しいものが付与されており、これは、フリゲート艦を示す FF と機雷、マインを示す M との組み合わせだと定義づけられている。世界的な海軍艦艇の分類上から、浜屋型は、ミサイル駆逐艦、一部に巡洋艦扱いもあり、出雲、型護衛艦は、ヘリコプター搭載型航空母艦と紹介されることが多いが、も、が、ミ型は、フリゲート艦に相当する艦艇である。も、が、ミ型は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊に、最大7万馬力を発生するガスタービンと、ディーゼルを併用した機関を搭載、最大で30ノットの速力を発揮する。このガスタービンとディーゼルを併用した機関は、コダグ方式と呼称されるものだが、海上自衛隊の艦艇として、ハモが、ミ型が初採用をしたもので、平時には、ディーゼルを使用し、燃費の向上を図り、緊急時に、ガスタービンで、最大速度を得るものとなっている。も、がミ型の兵装としては、対艦用に、62口径の 127mm 単装砲1機、17式艦対艦誘導弾の4連装発射機2機があり、また、護艦防空用には、Cラム1機を備え、加えて、後日の実装予定として、16セルの VLS、垂直発射装置が挙げられる。ちなみに、この16セルの VLS、垂直発射装置に関しては、現状では、対潜兵装である、07式垂直発射魚雷投射ロケットの運用が想定されているのみで、対艦、対地攻撃用の兵装をここで運用することは考慮されていない状態である。このあたりハモが、三型護衛艦の期待される役割が明確であることの裏返しとも言えそうで、そうした対艦、対地攻撃といった任務は、従来の汎用護衛艦やイージス護衛艦が担う、方向性であると見てよいだろう。も、が、三型護衛艦で、最も注視されているのは、これまでは、小型の、掃海艇が担ってきた追機雷戦闘を、その任務に加味している点であり、かつての旧ソ連の崩壊以後、縮小傾向にあった同機能を近代化して取り込んでいる部分だ。具体的にハモが三型護衛艦では、USV、機雷除去用の無人水蒸気と UUV、機雷探索用の無人機の2種を搭載、運用するものとなっており、これらの活動を支援するための OQ-91、追機雷戦ソーナーシステムを実施。この UUV、機雷探索用の無人機は、OZZ5 として、正式採用された、自立型の水中高層磁気機雷探知機のことであり、
近年富に検知することが困難となって、イタチンテ意識もしくは舞、ボツ式の機雷に対しても、その除去を行うべく開発された。OZZ5 は、日本の軍需品製造の小樽三菱重工業者が開発した水中高層式機雷探知機であり、そこに搭載されている低周波用の合成開口ソーナーには、フランスのタレス社の協力を仰ぐなど、貴重なフランスとの軍事技術の交流も行われている。USV、機雷除去用の無人水蒸気と、この OZZ5 とは、音波を介して、情報のやり取りを行い、また、母艦であるもが味方護衛艦とは、電波を介して、同様に通信を行うことで、前述したような近年の機雷を排除することを実現させる。こうした一時期は、下火となっていた、対機雷戦闘への能力が、も、が、味方護衛艦に付与された背景には、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島において、現在の最大の脅威である、中国海軍からの機雷による、海上封鎖も、念頭に置いているのだろう。これら南西諸島等の島嶼部の戦いにおいては、も、が味方護衛艦は、中国海軍が敷設した機雷を除去する任務を担うことと並行して、仮に上陸、占拠された場合には、陸上自衛隊の水陸機動団等の上陸部隊を支援する、艦艇だと考えられる。その意味においてハモが味方護衛艦は、出雲、型の2隻を航空母艦化し、F-35 ライトニング2B 型を、艦載機として、南西諸島の陸上滑走路が、使用不能となった場合、これを補完する移動滑走路となることを期待されていることとも、どことなく似ている。逆にもが、味方が、機雷の敷設を自ら行うことが想定されているのは、地理的にも、南西諸島とは反対にあたる北の、津軽海峡や宗谷海峡、そして、北方領土の周辺の海域が、その主たる対象の海域になるのではないかと予想される。これに加えて、対馬海峡も、その対象に加えることが、想定はされるが、特に、北の片面に関しては、ロシア・ウクライナ戦争によって、日本から経済制裁をされ、態度を硬化させているロシアへの、その海軍艦艇の接近阻止を睨んだものとなるだろう。前述したように、かつての冷戦時々期を経て、近年までは、こうした機雷敷設任務は、比較的に小型で低速な艦艇が行っていたが、も、が、味方の収益によって、その高速性や固艦防衛能力の増加もあり、より迅速に、これを遂行可能となる。最近も、ロシアは、極東方面における大規模軍事演習である、ボストーク2022を、極東方面で敢行して、日本を威嚇し続けているが、ロシア海軍自体は、旧式の艦艇が大半であり、北の海域に、機雷を敷設してしまえば、さらに活動は困難となることは、間違いない。ロシア海軍は、ロシア・ウクライナ戦争においては、初戦で露獲されることを恐れて、自ら保有する艦艇の多くを自沈させ、海軍力をほとんど喪失した、ウクライナに対しても、陸上からの対艦ミサイルの攻撃で、行動ができなくなっている。こうしたロシア海軍の能力の低さを考慮した場合、宗谷海峡や津軽海峡、北方領土方面の海域を機雷封鎖されてしまえば、日本に接近することは、著しく困難となると思われ、あとは、十二式地対艦誘導弾の能力向上型等が配備されれば、守りは確実となるだろう。も、が、味方護衛艦は、すでに、3番艦の、の城が、2021年6月、4番艦の、三隈が、2021年12月、5番艦の、矢作が、2022年6月に、進水を果たしており、今後、しばらくは、1年ごとに、2隻ずつ、が、順送りに、収益を果たすことになっている。予算上で、ももが、味方は、
2023年度までで、すでに10隻の建造が計画されており、将来的には総数で22隻まで建造される可能性が指摘されているが、これまでの計画では、1隻あたりおよそ500億円ほどで建造される見込みとなっている。このもが、2型の22隻という建造予定数は、沿岸部の防衛を担う、阿武隈型護衛艦、ディフェンダー、6隻、朝霧型汎用護衛艦、DD、8隻の代替を担う数だと解釈されており、艦艇としては、収益から40年ほどの運用が見込まれている。もが、2型護衛艦は、近年の水上戦闘艦の要素として外せない小型化も推進し実現しており、必要とされる乗組人数は90名までに抑えているが、昨今のジェンダーフリーにも対応し、そのうちの10名は女性であることが想定されている。こうしたことを実現するべくもが、2型では女性用の居住区画を独立させており、かつ慢性的な海上自衛隊の艦艇勤務者の充足難を解消すべく、乗組員のクルー制を導入して、艦艇の稼働率を向上する取り組みも行われている。